新刊印税稼いで30年大絶賛予約中、鈴木喜一郎作家日記。今日は2021年7月13日。今日のテーマは NG なペンネームはありますか。マシュマロからの質問です。ペンネームを考えようと思うのですが、注意点、初心者がつけがちな NG ペンネームがあれば教えてください。お答えします。とりあえずね、まず一番やんなきゃいけないことというのは、ペンネームを考えたら検索をかけて、同姓同名がいないようにっていう、そこは注意してください。それはやっぱり必須です。あともう一つは、こう同じ検索をかけるのでも Amazon で検索をかけるということも大事です。でこれね、有名作家と前方が一致するとたどり着けないっていうことが結構あるので、そこら辺注意が必要です。で僕の場合だと鈴木までだと結構な割合で同性がいるんですけど、まあ鈴木喜一郎と輝くまで入れるとアマゾンの場合だと同性が一気に減る、同性同名というか似た名前が一気に減るので、そこら辺大丈夫なんですけど、知り合いで何人かね、そこで自分のペンネームがたどり着けないなんていうことがあるので、まあそこら辺ご注意のほどということです。こうやはりその検索でたどり着けるかたどり着けないかって意外と大きいです。その2つだけは特に気をつけなきゃいけないなということですけど、あとはまあちょっと気に留めてもらえばいいよっていう程度の話なんだけど、まあペンネームに凝りすぎないようにね、その凝りすぎて読み方がわからないっていうことが結構あるので、これなんて読むのっていうふうにすると、こうやっぱそうなのでね、どうしても小説というのは一般文芸の場合は著者の名前で選ばれるという側面が非常に大きいので、やはり名前って 大切です。でまあちょっと逆のパターンとしてね、本名が読みにくいっていう理由でペンネームにした方がいいよねっていうことはあります。横溝正史賞を受賞した五木優君の場合だと、本名がそんな難しい感じではないんだけど、意外と読みに正しく読まれにくいっていう、そういうふうなので、で五木にしましたっていうことは言ってました。こう僕は鈴木喜一郎なので、まあ下の名前が割と珍しいのでね、あれだけど、例えば篠田節子なんていうと、もうデビューしたばっかりの頃はそのペンネームにしろって散々言われたことがあったそうだ。でやはりね、名前が平凡すぎるからっていうことだったんだそうだけども、結局それで押し通したっていうことはある。でこうやっぱね、読みやすい名前の方が有利は有利です。でまあ将来的にその自分の名前は自分で育てていくのでね、あとこれちょっと気をつけた方がいいかなっていうのは、著者名だって分かるようにタイトルと区別がつくようにっていう、そうだね、ナロー系の人だと、どれがペンネームなんだろうって分からないことがたまにあります。で本にした時にそのレイアウトの中に埋もれちゃうっていう、そういうことはあります。どうしても日本の名前っていうと姓と名と両方あるので、まあそっちに分かれた方がいいよなっていうことは思うよね。
あとはまあ、これはどっちでもいいっちゃどっちでもいい話なんだけど、人前で自己紹介したりだとか、あと名刺交換したりするときに、こう、ためらわないような名前にした方がいいことはいいです。こう、ある程度売れるようになって名前が変えられなくなってしまって、変えなきゃいけないよなっていう時になって変えるのって大変なので、こう玉袋筋太郎さんなんていうと、そういう芸名の場合 NHK に出る時は玉ちゃんとか名前わざわざ変えなきゃいけなかったりするので、で、だね、こう陳カス太郎とかさ、ドスケベビッチマンコスキーとかっていう名前にするとインパクトはあるけれど、デビューしてから困るよっていうことはあります。まあどちらにしてもデビューが確定したらペンネームってまた改めて考え直したりだとか、編集者と打ち合わせをして直したりすることがあるので、まあそんなに深く考えなくても OK かなっていうことはあります。今日やったことは、今日は 7.7 時間寝ました。今日の岐阜はすごく晴れてます。気温は32度、もう梅雨明けだね、この分だとね、梅雨明けだと思います。あと今日は印税稼いで30年の見本釣りが送られてきました。もう見本釣りといってね、実際に店頭に並ぶ前にその印刷して製本した状態のものを著者のところに送ってくるという、そういう習慣があります。これはまあ見本釣り、まあその名の通り実際にこういうふうに出ますよって言って、そのまま出るだけの出るんで、実際にはそのまああまり意味がないっちゃあまり意味がないんだけれども、まあでもなかなかやっぱ自分の本が手元に来ると嬉しいもんです。で、本という形でこう製本された形で、やっぱりね、紙の本っていいよね製本された紙の状態でこう送られてくる頃にはもう大体中身忘れてます。もう次の原稿で頭がいっぱいになってるので、ですっしっかり中身を忘れているので、本になった状態で読み返してみるとええ感じに面白いです。やっぱね、自分の本って面白いですよ。その自分が読者として読んで面白いっていうふうにいくらでも直せるのは著者の特権だよねこうその昔やっぱりね、同業者とそういう話をしたことがあるんだけど、プロの作家として絶対にやらなきゃいけないことっていうのは、最低でも自分が読んで面白いように書くっていうのが、まあ著者としての最低限のマナーだよな、読者に対しての最低限のマナーだよなっていうことを思います。で、書いてて面白いかっていうのは、これはまた別の問題です。その要はこう書いてる時にはこう自己嫌悪の塊だったりするっていうこともあるし、あと基本書き手としてやっぱこれ書いてて楽しいよねっていうふうにこう自分の書いてるものに酔うことも大事だったりする。ただそういうことは全く関係なく、その読者として読んで面白いと思う、まあ少なくともこれだったら1700円の本だったら、これだったら2000円出しても俺買うよねっていうような、そういう作りにするぐらいのことは必要です。で、まあこの本で人生左右されるかどうかって、そこまで面白いかどうかそれは分からないけれど、まあ俺だったらこれだとこの値段だったら安いよねっていうような、そういうふうには作ることは大事かななんてことは思います。書いてて面白いということと読んで面白いということは結
構大きな差があるので、まあそこら辺の話は、まあ質問が来たら、なんかその話はします。というところで告知です。この番組では皆様からのご意見ご質問を大募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。2021年7月下旬に鈴木の新刊が出ます。タイトルは印税稼いで30年、本の雑誌社から1760円で発売。そこそこのヒットだけで30年生き抜いた小説家鈴木喜一郎が業界サバイバル術のすべてを明かします。今すぐお近くの書店かネット書店でご予約ください。この番組はサウンドクラウドキーステーションに Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Podcast Addict、TuneIn Radio、CastBox の7局ネットでお送りしています。というところで、今日のポッドキャストはそんなところです。ではでは、失礼します。